今回はちょっと緩い感じの動画になっちゃって申し訳ないんですけど、自分が首はね結構前から痛かったりするんだけど、腰とか背中とかがね去年ぐらいからちょっと痛くなってて、でまあしばらく病院とか行っててね、まあだいぶ良くはなってるんだけど、あんまりね長時間座ってたりとかすると背中が痛くなってきちゃったりするので、まあそんな感じなんでね、ちょっといろいろ買ってみました。まずね首のサポーターね、マジコっていうメーカーなのかな、でこういうのを買いました。ソフトタイプなんだけどそんなにごつくないっていうタイプですね。で中にねこんな感じでいろいろ入ってるんですけど、まあいろんなねサポーターとか腰痛用のベルトとかコルセットっていうのかな、こういうのとか作ってるメーカーみたいですね。でこんな感じでねまとまってて、結構コンパクトにこんな感じでまとまる感じですね。で付属のねバンドがついてるんで四六時中つけとかなくても、まあ例えばなんだろうな、まあ、痛くなってきた時だけ使いたいとか、まあ、デスクワークとか、まあ、運転中とかね、特定の条件の時だけ使いたいとかっていう時にも全然ね持って回れるようにバンドがついてますね。でこんな感じの、まあ、よくあるタイプね。で厚みがこれぐらいだから病院とかでね捻挫とか骨折でもらうようなああいう大きいやつではなくて、まあ薄くなってますね。でまあ止めるところはね単純にマジックテープね。でまあ止めた時にこうやって見ると肩のところがこう上がってるような形で、逆に上側は、まあ、首のねここのとこが下がってる感じと、まあ、結構良さそうですね。で硬さもある程度柔軟性があるんだけど、ギュッとは握れない、この辺ですごく硬くなる感じ。次これなんだけどわけわかんないよね。ちょっと袋から出します。でこれはねまあクッションだね。こんな感じのクッション、ランバーサポートっていうんですけど、まあ、椅子のね背当てのところに置いて、まあ、背中をこう支えてくれるものですね。いろいろ探したんだけど低反発しかなくて、でいろいろ見てみてこれが低反発の中で高密度って言って、まあ、低反発だけどちょっと硬いよと。でこれを買った理由がちゃんとね立体形状になってるっていうか、ここはこう低くてこの腰のね横のサイドで支えるような形になっていて、ここはここで少し高くなっていて、こっちの方が高いんだけどここの真ん中よりはここが高いと、立体的な体の形状にね合わせた形になってるっていう感じになってます。Amazon で買ったんで、まあ、リンク貼っときますね。で裏側がこれねバックルになってるんで、車のシートとかに固定したい時はねこれでパチンと止めてあげれば OK と。で最後はねこれアディダスのスニーカー買いました。自分靴が両極端でスリッポンでね出かけちゃうことが多いんで、ちょっとスリッポンばっかりはねまずいだろうっていうことで、足には良くないんだよねスリッポンとかああいうのって。まあスニーカーね全然詳しくなくて、別に何だろうな安く売ってたのを買ったっていうだけなんですけど、こんなんだね。まあ安く売ってるものを買ったので色とかはね特にそんなにこだわりなく、メーカーもねこだわりなくっていう感じで買いました。まあこの辺はね今まで買ったのはその腰とか背中とか首とかに痛みがあるので、まあそこら辺のね痛みが悪くならないようにっていう、まあ、ために買ったようなもんなんだけど、あとはね全然関係なくてエプロンね、
中身がこれね、おたふく手袋っていうところが作ってる、まあ、ジーンズ生地のねエプロン買いました。でタミヤのねエプロンとかでも良かったんだけど、まあこれが安かったんでね、これを買いました。あのジーンズ地というか、まあ薄いんだけどね、ジーンズ生地でも分厚いやつと薄いやつとあるんだけど、まあこれは割と薄めかな。まあプラモデルやってるとね、粉がついちゃったりとか塗料がね、あのいつの間にかついちゃってるっていうことがあったので、エプロンねあった方が、まあ、汚さなくて済むかなと思って買いました。ということでね、今回はまあ割と緩い感じの動画になっちゃったんですけど、首のねコルセットっていうのかな、こういうサポーターと、あとランバーサポートっていう、まあ椅子とかにつけるねこういう腰を支えるサポートと、まああと靴ね、スニーカー歩きやすい靴ねと、まああと全然関係ないけど、まあエプロンを買ったよっていうお話でした。これからもねプラモデルとかミニ四駆とかガーデニングとかね、いろいろな動画撮っていきますんで、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。